どうもこんにちは、ウロンです。今回は先日発売されましたブースターパックエターニティコードにて登場したカードを使ったジェネレイド、こちらをチューンアップしてきたのでお見せしていきたいと思います。さて、エタニティコードが出る以前、リンクブレインズパック3が出た時点でも結構ジェネレイド動けるようになってたんで、その動き簡単にお見せできればと思います。使うカードは1枚、みんな大好きですね。やっていきましょう。サイキックリフレクター召喚、リフレクター効果バスタービースト、バスタービースト効果バスターモード、バスターボードちらつかせてサイキックリフレクターの効果でビスト特殊召喚、リンク召喚、出てくるのはクリストロンハリファイバーです。ハリファイバー効果使います。自分のデッキから、この子ですね、オライオン特殊召喚、オライオンとハリファイバーを使ってリンク召喚、出てくるのは、アウローラドンですね。あれですね、アナコンダというか、ドラグーンの影にすっかり隠れましたけど、こいつも十分とんでもないカードだと思います。そしたら、オライオンとラドンの効果で、発動します。オライオンの効果でトークン1体、ラドンの効果で追加でトークンが2体生まれます。よしと。そしたら、ラドン効果、バノトークンじゃなくてモンスターを2体リリースすると、デッキから幻獣機が出せます。幻獣機メガラプター。メガラプター効果、トークンを1体リリースすることで、自分のデッキから幻獣機モンスターをサーチ。墓地のオライオンの効果使います。このカードを除外することで手札から幻獣機を召喚することができます。ここでシンクロ召喚、トークンのレベルが3なのでレベル5のシンクロができます。ここで出てくるのはイブ、巫女イブの効果使います。自分のデッキから、生物の態度を持ってきます。レベル9でシンクロ、レベル9のシンクロ台なら正直何でもいいかなと思います。とりあえずここではアーケティスでも出しておけばいいんじゃないですかね。そしたら、帯同を発動します。このカード2つ能力を持っていて、1つが手札からレベル9モンスターを特殊召喚、もう1つが自分の場のレベル9モンスター1体を対象に対象と異なる種族属性を持つモンスター2体を特殊召喚します。ここで、光のジェネレイドマルテルと、トリアスヒエラルキアを特殊召喚します。そしたら、マルテルの効果、自分のデッキからジェネレイドステージを持ってきます。一応貼っときましょう。あとはここ3体を使ってエクシーズBFD を出します。そしたら相手ターンになりました。相手ターンのドローフェーズ、相手がドローしたら、ジェネレイドステージの効果、デッキからロプトルを出します。そして、ジェネレイドモンスターが相手ターン中に出てきたので、またちょっと同じ柄ですけどトークンが場に出るだけ出ます。縦向きか、はい。でこのジェネレイドシャドウロプトル、互いのメインフェーズに使える能力があって、自分の場のジェネレイドをリリースすることで、自分のデッキから好きなジェネリードを特殊召喚することができます。横向きで。なので、ここで本当に好きなジェネリード、例えば、トドロキのジェネリードハールとか、ウツロのジェネリードとか、好きなジェネリード出してあげればいいのかなと思います。はい、こんな感じですね。で、さらにこの、ロプトルが場にいると、相手ターンの間だけ自分の場のジェネリードモンスターの攻守は1000ポイント上昇するので、守備2500、4000、アタック1500、1500のモンスターという形になります。あと、あれですね、BFD で盤面のモンスター効果の攻撃と効果を制限したりとか、あと、トドロキのジェネレイドハールは、相手が魔法トラップモンスター効果を発動した際に、自分の場のジェネレイド、あるいは魔法使い族を合計2体リリースすることで、それを無効にする能力、それから、相手がドロー以外で手札にカードを加えたら、相手は手札か場のモンスター1枚を墓地に送らなければならないという能力を持っているので、いるだけで結構威圧になるのかなと。でさらに、ここら辺のモンスター、ロプトル含めてジェネレイトトークン含めて天使族なんで、トリアスヒエラルキの墓地効果を使用することができます。このカードを墓地にいるときに自分の場の天使族モンスターを3体までリリースすることで墓地から特殊召喚できますって能力を持ってます。でこの時、2体以上リリースすると場のカード1枚を破壊、3体以上リリースすると、2ドローするって能力を持ってます。なので例えば相手がハールにビビって何もしてこなかった、あるいは BFD で、何もできなかったけど相手の場にカードがあるよなんて時はトークンをリリースしてヒエラルキ出して相手の場のカード除去するなんて動きも取れたりします。こんな感じの動きが今のジェネレイドはできるようになりました。はい、レシピいきましょう。はい、デッキレシピこんな感じになってます。説明文にも記載しておきますので、画面の方が見づらい方はそちらも参照していただければと思います。触れてないカードはウートガルザーですかね。ウツロのジェネレイドウートガルザはですね、自分の場のジェネレイドモンスターまたは岩石族モンスター計2体をリリースすることで場のカード1枚を除外する誘発即時効果を持ってます。はい、シンプルに強い除去効果というところで、採用してみた次第です。つうわけで、その他細かいところの採用枚数を見ていきたいと思います。まず、ジェネレイドモンスターたちです。
だいぶ増えた感はありますね。以前は何枚だったか覚えてないけれど、今は8枚投入なのかな？いや、10枚か。10枚も入ってんのか。そうですね。まあ、うん。って感じです。なんか言うことあるかな。採用してる枚数ですが、個人的に使いやすい順な感じで入れてる節はあります。ウドガルザは、シンプルに除去できるってとこで、ちょっと2枚にしてみて、トドロキは、一応今のところ1枚ですね。まあ2枚にしてもいいかなとか思ったり、ちょっとここの枚数すげえ揺れてるんですけど、とりあえず今ウド2枚のトドロキ1枚ですが、まあ2枚にしてもいいかもしれない。まあニードヘッグをもしかしたら、1枚トドロキに変えてもいいかなと思ってます。で、ニードヘッグが一応入ってます。まあシンプルに1体リリースするだけで相手の動き制限できる、そのウートとか、ハールと違ってそれができるのもちょっと魅力的ではあるので、それから、マルデルが1枚、まあシャドウから出すこともできるし、あとは生物の帯同から特殊召喚もできますし、ってところで出す手段が非常に多いので1枚でいいと思います。それから黒金とシガ1枚ずつ、あ、1枚じゃね、黒金1、シガ2っていう感じです。ここの枚数もね、ちょっと悩みどころでですね。黒金は、まあ、手札に来てしまったでジェネレイトを吐ける。で、死は墓地にいるジェネレイトを蘇らせることができるっていうところで、一応、ジェネレイトって自分と同じ種族のモンスター、あるいはジェネレイトモンスターをリリースして能力を発揮する。で、結構万能モンスターの数が足りないから、うつろとか、あとはトドロキって自分自身をリリースするっていうことも、まあ、まちまちあるんですよ。でも、まあ、やっぱデッキの中に枚数少なかったり、蘇生手段が少なかったりすると、そこためらっちゃったりするので、ヘルの枚数増やしておくと、まあ、そのためらいがだいぶ減るかなってところで、一応気持ち2枚にしてます。で、ただ、まあ、ジェネレイドの枚数も増えてきたので、黒金の枚数もね、増やしてもいい気はしたりしてます。ちょっとここら辺は悩みどころです。あとは、シャドウが2枚。まあ、そんなに枚数入れなくても、なんとかなるだろうというところで、とりあえず2枚の採用にしてます。ってぐらいです。はい。で、その他のモンスターたちです。まずは、ヒエラルキ。一応1枚です。ただ、抜いてもいいかなとか思ったりしてます。盤面パンパンだったり、あとデッキパンパンだったり、まあとりあえずこれは、ちょっと抜いてもいいかなとか思いつつ、やっぱり相手単中に除去飛ばせるのはまあいいのかなとか、いるだけで威嚇になったりするのかなっていうところで、一応1枚だけ試しに入れてみた次第です。あとは天の実カズチ、天の家具の三日月、正式名初めて見たかも。いつもシカピョンの一言で、処理してたんで、はい、が入ってます。エクストラモンスターゾーンにモンスターがいれば手札から特殊召喚することができるというね、まあ、出しやすいレベル9というところで入れました。それから、サイキックリフレクターズが入ってて、幻獣機関系も入ってます。あとは誘発入ってます。今回 G 入れてないのはあんまりジェネレート引きたくないからってとこで、うららだけにしました。次マジックカードです。生物の帯同が入ってます。3枚、強いですねこのカード。本当にレベル9のなんだろう、根本からサポートしてくれる、そんなカードです。それからジェネレートステージですね。これも3枚です。まあ、このデッキの核となるカードなんで、これは3枚積んで問題ないと思います。それからテラフォーミング、まあ、これも言うことないか、強いから。で、羽根暴起とかなんかいろいろ入ってて、緊急テレポートとか入ってます。次トラップカード、ジェネレートバトル、今回2枚にしました。手札にジェネレートステージを引っ張ってくる手段がまあ増えたので、まあそんなに入れなくていいかも。下手したら1枚でもいいかなとか思ってます。それからバスターモードです。まあエクストラというかトラップカードはこんな感じ。で、エクストラデッキこんな感じになってます。特に触れてないカードとかあんまなさそうなんで、採用枚数中心に。まずレベル9のシンクロモンスターたちです。アーケティスが、1枚入ってます。このデッキで、アーケティスを対象に帯同を打った際出せないモンスターは、ニートヘッグだけなので、それ以外は全部出せるので、レベル9モンスター。なので、まあこれの方がいいのかなという感じです。はい。まあギガン城でもいいかなとか、まあ、そこら辺はお好みでお願いします。それからフヤ城ですね。やっぱサイキックリフレクターで出すことができるレベル9モンスターで、墓地からレベル9を釣り上げることができるというところで入ってます。次、サベージとかエトセドラ、まあ、強いやつらが入ってます。で、次にエクシーズモンスター、ビーストとエンタープラズニルです。まあビーストはまっすぐ出すから良しとして、エンタープラズニル、まあ、今までは本当に入れてるだけみたいな感じの枠だったんですけど、まあ、ヒエラルキとかあとはシャドウが出てくれたおかげでレベル9モンスターが場に複数体並ぶシチュエーション増えたので割と出ます。で、リンクモンスター。やっぱね、ジェネレイドにおいて、ライゴが一番お気に入りですね。はい。場のカードが破壊された時に追加で場のカードを破壊するというね。
ステージと相性がいいし、あとヒエラルキで相手の場のカードを除去った時も、能力発揮するので、はい、強いですね。ってとこで、まあ、リンク隊については特に細かいことはないです。お好きなものを入れていただければと思います。まあ、C でこっちでなんか必須っていうものがあるとしたら、ハリファイバーとラドンさえ入れとけばどうにかなると思うので、まあ、あとはお好みで調整していただければと思います。いかがでしたでしょうか？ほんと、ロプトルがジェネレートに欲しい要素をほとんど持ってる、そんな感じのモンスターなので、なんか、だいぶ動きやすくなった感はあります。また今後もね、ジェネレイドの種類とかね、あとレベル9の種類がまだ増えると思いますので、まあ個人的に楽しみなデッキの1個だったりしてますって感じです。はい、まあそんな感じなんで皆さんも自分なりのジェネレイドデッキ作って楽しんで遊んでいただければと思います。ではここまでのご視聴誠にありがとうございました。この動画に対して何かありましたら評価やコメント、チャンネル登録等していただけますと非常に嬉しいのでよければお願いします。では次回の動画でまたお会いしましょう。ウーロンでした。さよなら。